マリアンヌ・ド・バビエールマリーアンヌ・クリスティーヌ・ビクトワールド・バビエールは、フランスを退治、ルイの日。バイエルン選定校、フェルディナント・マリアと、さキ・ヘンリエッタアデル・ハイトの長女で、ドイツ名は、マリア,アンナ・クリスティーヌ・ビクトリア。バイエルン選定校、マクシミリアン二世イエマヌエルとケルン選定校、ヨーゼフ・クレメンスは弟で、アストリアス校。 ヨーゼフ・フェルディナントと神聖ローマ皇帝カール7世、ケルン先帝公、クレメンス・アウグスト兄弟は老いにあたる。1680年に、ルイ14世の長男、ルイ王大使と結婚した。夫ルイは気さくな性格で誰とでも打ち解ける宮廷の人気者だったが、反対に、マリー・アンヌは、堅実なドイツとはあまりにも違う派手な、ベルサイユの生活になじめず、実質にこもりがちで、 目立たない存在だった。1690年に29歳で死去した。夫との間に以下の三男を設けた。ドバリ、P191P192。ありがとうございます。